ねえねえ、ターボチャージャーちゃん、どうしたんだ、自然吸気ちゃん。右を見ても、左を見ても SUV ばかり。一体どうなってるの、この国は。いつになく激しいな。今回は、何か嫌なことでもあったのか。いや、そういうわけじゃないけど、SUV が魅力的なのはわかるけどさ、街中を走ってるのがこうも SUV ばかりだと、流行りを追いかけるのもどうかと思うよ。SUV 人気は日本だけの話じゃないからな。こればっかりは仕方のないことだと思うぞ。はぁ、これだけ SUV 人気が世間に定着してくると、メーカーも SUV しか発売しないのも困るよね。確かにな、特に日本は車のスタンダードと言える。セダンの人気ですら風前の灯火だし、特にスポーツセダンなんて壊滅的だよね。今、走りの楽しさに重点を置いた、国産スポーツセダンって何かある？そうだな、前回解説した車を覚えているか。V3 7型スカイラインだよね。そうだ、その V3 7型スカイラインには、走りを楽しめるグレードもあるんだぞ。そういえば、前回の動画の最後の方で言ってたね。確か、スカイライン 400R だっけ。お、よく覚えていたな。ということで、今回は前回の動画の続きとして、V3 7型スカイラインの後期モデル及び、1グレードである 400R を解説していくぜ。わーい、よろしくお願いします。まだ前回の動画を視聴していないという人は、この動画の前に視聴することをお勧めする。この動画の概要欄に URL を貼っておくね。ご存知、日産、スカイラインは2014年2月に、13代目モデルヘとフルモデルチェンジした。やっぱり歴史のある車だな。新型モデルに移り変わるごとに賛否両論あるけど、それもスカイラインが支持されている証だよね。それに関しては私もそう思うが、V3 7型はセダンとしての商品力は高いものの、ボディサイズの拡大、プレミアム性の追求、そしてインフィニティのバッジを装着するなど、従来のスカイラインファンからすれば、なんともモヤモヤする車に仕上がっている。V3 5型以降のスカイラインは海外市場重視で、R34 型以前のスカイラインとは別物だもんね。V3 5型、V3 6型のスカイラインは海外市場だと、インフィニティ G として販売されていたが、V3 7型はインフィニティ950として発売された。インフィニティ G から950になって、何か大きく変わった部分はあるの？V36 型以前はスカイラインあっての G だったが、V37 型は950ありきのスカイラインとなっている。V35 型、V36 型はスカイライン主導で、その海外版で G を販売する形だったけど、V37 型は海外市場向けの950を日本で、スカイラインとして販売している。つまり、立場が逆転しちゃったのか。海外の車に負けない魅力的なセダンを目指した結果、スカイラインの商品力は大幅に向上したと言える。だが、現在の形に至るまでにスカイラインらしさや、既存のスカイラインオーナーの信頼を失ってしまった。いろいろと事情はあるんだろうけど、スカイラインらしさは守るべきだったよね。まあその辺も難しいところだな。事実、スカイラインは代々販売台数が低下していた。日産もスカイラインというブランドを廃止するか、姿形を変えてでも存続するか熟考を重ねたはずだ。スカイラインらしさを守ったとしても、販売が維持できたかはわからないのか。ということで、グローバルモデルへと移行して、大きな変化を遂げた V37 型スカイラインだが、2019年7月、ここに来て新たな動きを見せる。新たな動き、ビッグマイナーチェンジを実施したんだよ。しかも、その内容は日本国内における、スカイラインブランドの復権を目指したものだった。それは確かにありがたい話だね。でも、ちょっと厳しいこと言うと、発売6年目にしてビッグマイナーチェンジなの？それなら改良時期をもう少し遅らせて、フルモデルチェンジの方が嬉しくない？確かに、自然吸気ちゃんの言う通りだな。だが、この頃の日産のラインナップは、全体的に販売期間の長いモデルが多く、売れ筋モデルは定期的にテコ入れするが、販売台数がそれほど多くないモデルは、ほぼ放置、といった状況だったんだぜ。V37 型はどうだったの？ビッグマイナーチェンジ前の2018年、販売台数は約2500台程度となっている。月200台ちょいか、売れてないなぁ。ネームバリューの大きさを考えると、とんでもないしくじりじゃない？一応、月販目標が月200台だから、目標自体はクリアしているけどな。販売台数が極めて少なくても、ビッグマイナーチェンジを実施するってことは、日産にとってもスカイラインは特別なんだね。そういうことだ。今回のビッグマイナーチェンジの注目点は3つ。まず、外観デザインを大きく変更したこと。次に、プロパイロット 2.0 を採用したこと。そして、400R を新たに追加設定したことだ。おお、気合入ってるなぁ。
外観デザインはどのくらい変わったの？大幅改良とはいえ、所詮はマイナーチェンジだから、フロント周り、リア周り中心の変更に止まっている。あ、でも全然雰囲気が違うね。従来の V37 型はさ、高級車って感じだったけど、後期モデルはスポーツカーらしくなったというか、ちょっと R35 型 GTR に似ているような。お、察しが良いな自然吸気ちゃん。V37 型の後期モデルのフロントマスクは、R35 型 GTR 風のデザインを採用している。フロントグリルの開口部が大きくなったから、前期モデルと比べると好みは分かれそうだね。前期モデルはインフィニティの伝統、ダブルアーチグリルを採用していたが、後期モデルは日産のアイデンティティ、V モーショングリルを新たに採用した。スカイラインが日産車であることを、改めて強調したというわけだね。前期モデルはスカイラインとは名ばかりの、プレミアムスポーツセダンだったからな。フロントグリル内に備わるバッジも、インフィニティから日産に変更された。些細な変更だけど、大きな変更だね。ヘッドライトとかボンネットの形状は、前期モデルと共通しているっぽい。そうだな。確かに共通しているぞ。欲を言えば、フロントバンパーだけではなく、このあたりの形状も変更して欲しかったけどな。でも、ヘッドライトやボンネットを変えずに、ここまで雰囲気を変えたのはすごいと思うよ。顔つきだけ見ると、全く別物の車だもん。サイド周りのデザインに違いはあるのかな？サイド周りの違いはホイールくらいだな。前後フェンダーやドアパネルも共通だし、前期モデルの大きな特徴の一つだった。クレセントカットも引き続き採用している。インフィニティ社の共通デザインである、三日月をも親しいピラー形状のことだよね。それじゃあ、リア周りはどうなの？ V37 型の後期モデルのリア周りの変更点は、バンパー形状とテールランプのデザインだ。バンパー形状は確かに派手になってるね。スポーツカーらしさが増している気がする。だけど、テールランプはどこが違うの？テールランプの形状自体は同じなんだが、スカイライン伝統の丸型4灯が復活した。あ、本当だ。片側2灯ずつ、合計4灯になってる。トランク部に備わっているバッジも、インフィニティから日産になっている。前期モデルの上品な印象は薄まったが、その分、迫力が増している感じだな。私たちのスカイラインが帰ってきた。確かに、V37 型の後期モデルの外観デザインは、日本人が親しみやすいデザインになったと言える。そういえば、V37 型の海外モデルである、インフィニティ950はどうなったの？ 950はあくまでインフィニティ車だから。前期モデルをベースに改良が加わっている、後期モデルの大きな特徴だと言える。V モーショングリルや丸型4灯テールは、950の方には採用されていないぞ。つまり、V37 型の後期モデルの外観デザインは、日本国内専用のデザインになっているのか、月間200台前後なのに、やるじゃん日産。ついでに内装デザインも解説しておこう。内装デザインにも変更点があるの？外観デザインほどの変更点はないが、ステアリングホイールの形状だったり、メーターパネルの刷新だったりと、内装デザインも着実に進化しているぞ。ステッチの使い方やドアトリムなど、細部がアップデートされているね。ステアリングとメーターが変更されたのは、プロパイロット 2.0 を採用するためだろうな。そのプロパイロット 2.0 って何なの？高速道路など自動車専用道路で使用できる、日産の運転支援機能、プロパイロット。プロパイロット 2.0 はその上位版に当たる、いわゆる自動運転機能のこと。まあ、その認識で問題ないぞ。プロパイロット 2.0 は運転自動化レベルで言うと、ドライバーが主体となるレベル2に該当するから、厳密には自動運転と呼ぶことはできないけどな。それで、そのプロパイロット 2.0 だけど、一体どんなところが優れているの？プロパイロット 2.0 は国産車で初めて、高速道路のナビ連動ルート走行と、同一車線でのハンズオフ機能を両立した。あ、キムタクが CM でやってるような、手放し運転をすることができるんだね。そういうことだ。V37 型の後期モデルは、そのプロパイロット 2.0 を初採用している。つまり、プロパイロット 2.0 は、日産車初であり国産車初の機能だよね。めちゃくちゃ気合入ってるじゃん。そうだ、いかに日産が今までの行いに反省して、スカイラインに力を入れているかわかるだろ。うんうん、月間200台前後の車にそこまでするなんて、普通じゃ考えられないもんね。スカイラインって偉大な車なんだな。
そして、最後の目玉が 400R の存在だが、400R について解説を進めていく前に、V37 型の後期モデルのスペックを解説する。前期モデルと比べて、違いはあるの？いや、正直に言うと大きな違いはないな。ダイムラー製のエンジンを搭載した、2.0 リットルターボ車が別物に置き換わって、それとは別に 400R が追加されたくらいだ。それじゃ、前回の動画で解説した、内容のおさらいみたいな感じだね。後期モデルのパワーユニットは全部で3種類、このうちの1つは 400R のエンジンだから、まずはそれ以外の2種類について解説する。前期モデルには 2.0 リットルターボ車と 3.5 リットルハイブリッド車があったよね。ああ、3.5 リットルハイブリッド車に関しては、後期モデルも引き続き採用しているぞ。3.5 リットル、V 型6気筒ハイブリッドだっけ？そうだ、エンジン単体の最高出力は306馬力、最大トルクは 35.7kg となっているぞ。システム最高出力はどんなもん？364馬力と、めちゃくちゃパワフルだな。おお、さすがはスカイラインだね。次に、2.0 リットルターボ車と入れ替わる形で登場した、3.0 リットル、V 型6気筒ツインターボエンジンだが、3.0 リットルの V6 ツインターボ、2.0 リットルターボ車はダイムラー製だけど、そのエンジンもダイムラー製なの。いや、3.0 リットル、V6 ツインターボは日産製だ。最高出力304馬力、最大トルク 40.8kg と、大幅なパワーアップを実現しているぜ。すごい。3.5 リットルハイブリッド車の車両重量は1820から 1910kg。3.0 リットルツインターボ車は1700から 1730kg となっている。やっぱり 3.5 リットルハイブリッド車は重量級だね。3.0 リットルツインターボ車は FR のみの設定だが、3.5 リットルハイブリッド車は 4WD の設定もあるからな。トランスミッションはどうなってるの？全車7速 AT のみの設定だ。サスペンション形式に関しては、フロントがダブルウィッシュボーン式、リアがマルチリンク式となっている。この辺は前期モデルと同じだね。さて、次は目玉である 400R についてだな。実は 400R も 3.0 リットルツインターボ車と同じ、VR30DDTT 型エンジンを搭載している。ということは、スペックも共通。いや、400R は下級圧を大幅に高めて、最高出力405馬力を実現しているんだ。最高出力405馬力、控えめに言って化け物じゃん。最大トルクも 48.4kg ということで、とんでもなくパワフルな仕上がりだ。過去のスカイラインでも、ここまでパワフルなモデルって、存在しないんじゃないの？そうだな、このスカイライン 400R は、スカイライン史上最強のスペックを実現した、ハイパフォーマンスモデルなんだぜ。ごくり、走りはどうなんだろう。最大トルクは1600から 5200rpm と、低回転からしっかりと発生するから、アクセルオンで爆発的な加速を見せる。めちゃくちゃホイールスピンしそう。その辺は電子制御が効いてるから安心だ。スピンギリギリのところで、しっかりと路面にパワーを伝えてくれる。それじゃあ、滑らないようにヒヤヒヤしながら、ステアリングを握る必要はないわけだね。ラフな運転をしない限り滑ることはないと思うが、当然、FR 特有の挙動は意図的に残してあるからな。いい意味でスリルのあるドライブを楽しめるぞ。それは良し悪しな気もするけど、トルクフルでパワーに余裕があるから、快適なクルージングもできそうだね。そうだな、アクセルを軽く開けるだけで、街乗りから高速走行までカバーできるぞ。ハンドリングとかはどんな感じ？ 400R に限らず、V37 型はドライブモードが豊富で、スポーツ、や、スポーツプラス、などを選択すれば、非常にスポーティーなハンドリングを楽しめるぞ。サスペンションのセッティングも絶妙でな、車格とマッチする上質さを残しつつも、程よい硬さで踏ん張り感も感じられる。おお、スポーツセダンとしては、ベストな味付けなんじゃないの？ 400R には専用の電子制御ショックアブソーバー。インテリジェントダイナミックサスペンションが標準装備されていて、これもドライブモードに応じて減衰力が変化する仕組みになっているぞ。大人の走りを堪能することができそうだね。そのなんとかサスペンションの他に 400R 専用の装備とかはあるのかな？もちろんだ。ボディに補強も入っているし、405馬力のパワーをしっかりと受け止めるべく、キャリパー&ディスクも強化されているぜ。足回りに関しては申し分なさそうだね。あとは世界初のステアバイワイヤである、ダイレクトアダプティブステアリングも、特別なチューニングが施されていてな。それ、どんな恩恵があるの？ス
ステアリング操作に対するレスポンスが高く、ドライバーの意図したラインをトレースしてくれる。へえ、まるでスポーツカーみたいだ。フロントヘビーな車であるにもかかわらず、それを感じさせない走りを楽しめるはずだ。魅力的な車に仕上がってて安心したよ。少なくともスカイラインファンにとっては、最高のマイナーチェンジなんじゃないかな。V37 型の後期モデルの価格帯は約435から644万円。3.0 リットルツインターボ車が約435から490万円。3.5 リットルハイブリッド車が約557から644万円だ。となると、400R は700万円くらい。400R は約562万円と非常に割安だぞ。なんだと、ハイパフォーマンスモデルだし、もっと高価だと思ってたよ。コスパの高さも 400R の売りの一つだな。と言っても、500万円オーバーだから、気軽に購入できる価格帯ではないが、まあでも、コスパはめちゃくちゃ良いよね。V37 型の後期モデルは、ついに、私たちのスカイラインが帰ってきた。そんなモデルに仕上がっている。日本向けの外観デザインを採用して、日産のバッジをつけていることが、何よりの証拠だよね。販売台数が見込めないにもかかわらず、日産が気合を入れて改良したモデルだ。従来のスカイラインとは異なる部分も多いが、魅力的な車であることに間違いはないと思う。数少ない国産スポーツセダンだし、みんなも購入を検討してみてね。ということで、今回はこれで終わりだ。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った人は、ぜひチャンネル登録をお願いします。動画の高評価も待っているぜ。それじゃあ、またねー。